今日春山バスの試運転が無事終了いたしました。これからシーズンに入るわけなんですが、日本でもこういうところを走るところが何か所かあるんですが、乗鞍は乗鞍でこれが一つの大きな売り物になっております。観光の目玉でございます。ぜひ多くのお客さんがおいでになることを心からお待ちしております。